秋風漂う10月中旬、いよいよカワハギ釣りのシーズン到来。でもうそわそわしてタックル準備して、アサリも用意してっていう状態で、毎年この時期ね、どれぐらいかな、10、11は結構な頻度でカワハギ狙ってますよ。カワハギシーズンを心待ちにしていた男の名はジギングのエキスパート山本ひろと。理論と勘を駆使して考える釣りであるオフショアジギングに没頭、その魅力を発信し続けている。そんなジギングの名手が最近プライベートでハマっているのがカワハギ釣り。関西がホームグラウンドの山本が今回東京湾へやってきた、その訳とは。やっぱその釣りの本当のプロの人にこう会って、その自分の好きな釣りができて、その釣りを見れる、もしくはこう教えてもらえるって思うだけで昨日から寝れません。それぐらい楽しみにしてます。とある人物とホテルで待ち合わせしているという、その相手とは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも、鳥徳ご苦労様です。いえいえいえ、今回よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。いや、もう楽しみで楽しみで、今日もうめっちゃ待ってました。そうですか。はい、もう久しぶりにお会いするんですけど。いやいやいや、はい、フィッシングショーでね、あったっきりで。そうですよね。まさかこんな機会があると思ってなくて。いや、私もすっげー楽しみです実は。教えてください。いやいや、こちらこそいろいろ教えてください。逆に訪ねた相手は鈴木隆、チームステファーの会長でカワハギ釣りの名手。カワハギをはじめ丸イカ、ワンフグなど当たりを取る釣りに精通。今回はジギングのエキスパートがカワハギの名手に教わりながら、ワンランク上のカワハギ釣りに挑む。いや、すげえな。あんまり引くな。あ、これカワハギだ。このぐらいだったらね、なんとかまだ。あ、来た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 。おい、行った行った。おもろい、やばい。何かわからんけど来た。いや、います。あ、いる。おー、来た。来ましたよ。ジギングの名手をも魅了させるゲーム性の高さ。操作やね、操作感が面白い。餌を操作して釣っていくっていうのがなかなかないですもんね。やってる気持ちはなんかルアー釣りしてる気持ちです。そしてシーズン真っ盛りのカワハギ釣りはこんな楽しみも。肝醤油たまらない。やばい、うまいっすよね。本当海のフォアグラです。カワハギの聖地東京湾竹岡沖で奥深き勝負。ようこそ大人釣りクラブへ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球と共に、シマノの提供でお送りいたします。カワハギシーズン真っ盛りの10月、翌日行う東京湾での釣りに向けてまずは作戦を練る。今回、はい、カワハギ釣りのスペシャリストの鈴木さんにちょっと釣りを教えてもらえるということで、レベルアップして帰ったろうと企んでるので、ぜひともよろしくお願いします。まあ、うまくハマればいいんですけどね、はい、で今現状サバフグがすごい多くて、はい、こっちもですね、まあ、すごいことになってるんですけどまあそれを避けながら、はい、他にトラゲスだったりとか、まあ、そこものあれば、はい、まあ、上げて釣るとかそういう浮くカワハギ、何メートルも浮くっていうのはまだほとんど経験したことがなくて、はい、まあ明日行くところはそうでもないですけども、はい、平気して浮くところはもう平気で5、6メーター。5、6メーターですか。はい、あとは根っこから1メーターとか2メーターぐらい。ジギングの名手山本にとって東京湾でのカワハギ釣りは今回が初めてとなる。山本さん最近、はい、カワハギにどっぷりハマってるじゃないですか。この時期になると、はい、こう一番の魅力って何ですか。思ったようにならない。ここでかけてるつもりがかからなかったり、かか餌があるつもりがなかったり、うん、自分の経験値を超える動きを魚がしてくれるんで、はい、本当に
なんていうか戸惑いもあるし楽しみもあるしっていう感じで取りつかれるような感じ、向きになるっていう感じですかね。だからね、僕の中ですごいジギング要素がすごく入ってる映画撮りなんですよ。棚の管理の仕方とか、はい、でプラス釣り方によっても竿が変わっていくっていうのをすごく見てて思うんで、はい、自分もやっててこれ本当ジギングっぽい餌釣りの一つやなと思ってて、そうですね、で多分どっぷり僕言ってるんやと思います。そして話は翌日使うタックルに。すごいですね、穂先もなんかこれだけバリエーションがあって。そうですね、太さも違うし、はい、目で見るあたりと手で感じるあたりとかあるじゃないですか、はいはい、両方併用して取れるにはどうするかって言ったら行き着いた先がこういう状態に今なってるわけですよね。先だけ極端に曲がる、はい、全部曲がる、はい、途中で止まるみたいな。でもいろんなバージョンがね今もう出ちゃってるんで。めっちゃジギングの話してる感じですわ。そうです、はい、調子の調子とか、そうですね、はい、似てますよね。同じです、はいはい、本当に似てる。じゃあとりあえず明日は、はい、まあ普段使われてるのもあって MH の 175A、はいはい、僕もねこれ今最近好んで使ってるんですよ。あ、本当ですか。だからまず一緒の竿でスタートしてみて、はいはい、でそれからもしそれがダメなら硬くするか柔らかくするか、はい、もう魚がかかって当たりがあるのにかからない、針が先ダメになってる、針の負担がでかい、竿硬いなって、で、あ、それでも跳ねるならもう一個下を使いましょう、もっと柔らかいのを使いましょう。なるほど、なるほど、はいはい、で今度は潮が速くなってきたら今度当たりが出ないんだったらもっと硬くしていきましょうみたいな、はいはい、な感じでいくらでもあのアプローチの仕方はあるんで。すごいジギング感あるな楽しみです、はい、翌朝やってきたのは横須賀市くびり港。7時30分出船、船を走らせること30分、両系のカワハギが潜む竹岡沖に到着。山本さん、とりあえず場所に着いたんで、はい、まあ、ちょっと北風が強いんですけど、はい、まあこのぐらいだったら釣りに支障はないと思うんで。あ、まあそうですか、はい、大丈夫だと思います、はい、了解です、はい、とりあえず僕ちょっと一回見ときます。一連の動作を、はい、水深およそ17メートル、海底はフラットなポイント。鈴木の仕掛けは3本針、針のサイズは 6.5 号から始める。水管ベロ肝ですね。そうですね、多分基本は多分はい、とりあえず足元から様子見ていってみます。はい、いかんせサバフがすごいんで。敵がいますね多分。ゲストがすごいことになってると思うんで。出た、スナイパーや。生で初めて見る。鈴木の特徴の一つがスナイパー長法と呼ばれる独特な竿の持ち方。海面と平行にロッドを両手で持つことで当たりの感度を高めることができるという。あの東京湾であのワンフグって言われるフグを釣るスタイルなんですよ。で皆さんそういうスタイルはこのスタイルでやられるんですけど、やっぱ当たりがねすごい取れるんですよ。あ、でやっぱりあの海が悪くても体から竿を離してるんでこう揺れない、はい、竿先もピタッとこう止まるし、であとはあの肘のねこう上げ下げだけで、はい、こう当たりが結構取れるんで。あ、なるほど。でやっぱりねこのスタイルにこだわっちゃったんですよ。あ、スナイパー長法でカワハギの棚を探る鈴木。結構こう誘ってると下にこう硬いとこがあるんですよ、はい、でそういうとこにやっぱ突きたがって今下に硬いとこあるんですけど、はい、もうほとんどそこの方。そうですね、下から50センチぐらいで今ちょっと見てます。当たりました。来た、早っ。あ、バレちゃいました。あ、いるいるいる。すげーな。今ピコってなっただけでしょ。そうっす、あれ下カチャンって当たった時に食って食うんですよね。マジでマジっすか。今のだけですよ、でも即合わせです。あ、今ガーボホールで当たったって言ったじゃないですか、はい、で、クワそのまま作って聞きに行った時にはもう吸い込んでる。なるほどね、痺れるこんな感じです。まあこのぐらいは多分キープで。鈴木の当たりの取り方を間近で見た山本が続けて竿を出す。スナイパーでいきます。スナイパーで、僕逆スナイパー。鈴木が得意とするスナイパー長法を自分のやりやすいように逆手で構えて操作。その時隣では
やばいやばいやばいっす。釣れますよ。マジですか。これは一回り小さいんで、これはリリースします。なるべくね早く返してあげれば、エア抜きしなくてもこの水深なら返っていっちゃうんで。当たってるんですよ。当たってるんですけど。サバフグかな。あ、当たってるんですよ。あ、来た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 。おい、行った行った。おもろい、やばい。何かわからんけど来た。鳥。あ、バレた？いや、います。あ、いる。おーい。来ましたよ。よし。やった。僕の東京湾初カワハギ。これリリースかな。でも嬉しい。かわいいな。ありがとう。帰っていた。めっちゃ元気に帰っていた。好スタートを切った2人だったが、ここから予想していた難題に頭を悩まされることに。サバフグっぽいな。あ、やっぱり山本さん、これです。これ出ましたね。サバフグじゃないことを祈ってます。また張り切れたんちゃうんすか。3つともないもん。いや、サバフグっすよ。サバフグまみれっすね、これやばいし。あんまり動かすとサバフグが寄ってきちゃうんですよね。当たりがもう明らかにサバフグですっていう時はもう誘わないっす。ね、餌取らしちゃえばいなくなっちゃうんで、そっからまたカワハギのアプローチを探すしか多分ないと思うんですよね。避けらんないと思うんですよ、魚的には。サバフグらしい当たりがあった時は誘いを止め、当たりがなくなったら再度カワハギを誘う。すると、カワハギに変わったかな。一回サバフグだったんですけど、下連れてったらとりあえずまた食いました。あんまり引く。あ、これカワハギだ。今は少しでかいやん。よっしゃ。当たりの違いを見極め、カワハギを連続キャッチ。一方、山本もなるべくサバフグにアピールしないよう小さく誘う。おっしゃ、カワハギかな。むずいな。むずいけどおもろい。きた、またかわいいやつ。風で風で風で刺さる。よし、ちょっとね、まだ僕がサイズ出せてないですけど、面白い。浮かしてやってるといつもこう底ベタとかでやるのがめっちゃ多いんで、結構ね、この波、水面の波に当たった時の竿に出る当たりとか、底の硬い当たりとかがすごい分かりやすくて、それとちょっと間違うんですけどね、まだ僕慣れてないから。ちょっとやっぱ面白いですね。かけられたらめっちゃ楽しい。やった。その後もサバフグを避けながら本命のカワハギを狙う2人。どっちどっちどっち。サバフグやんな。ちゃうちゃうちゃう。やばい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 。見た。サバフグとの格闘。いけますね。いっぱいいます。いてますね。おっしゃ、どっち。あ、カワハギっぽいな。あ、それカワハギっぽいですね。カワハギっぽい。結構いいんじゃないですか。めちゃめちゃ叩いてますよ、これ。うわ、サイズアップした。サイズアップした。ちょっとだけやったぜ。どうだ、ちょっと
とだけ大きくなりましたね。でもめっちゃ行く。面白い。この釣り絶対ルアーが好きですよね。みんな結構バスやる人も結構やりますよ。ね、やります。やっぱりね、その全部自分次第なところがある気がします。合わせるタイミングとか操作感とか、だからこう何かこう餌をつけてほったらかして待ってて食っていくとか、そういうイメージじゃないんですよね。やっぱ仕掛けに行かなきゃダメですよね。そう、そうですよね。そういうところがなんかルアーっぽいんですよ。めっちゃ掛けに行かなあかんし、攻撃的にできるっていうか、操作やね、操作感が面白い。餌を操作して釣っていくっていうのがなかなかないっすもんね。やってる気持ちはなんかルアー釣りしてる気持ちです。いつも通りみたいな。餌を操り、いかにカワハギに口を使わせるか、そのゲーム性の高さがジギングに通じるという。おしゃれサバフグか。え、カワハギちゃいますか。カワハギですよ、それ。カワハギちゃいます。ええの来た、ええの来た、ええの来た。めっちゃ引いたからびっくりした、当たりで。いやいや、やった、やった。今回の僕の最大魚じゃないですか、今のとこ。いてましたね。え、本日最大じゃないですか。ねえ、やった。もう竿持っていかないでびっくりしましたよ。当たりでかかったから僕でも分かりました。ここで鈴木に動きが。鈴木さん、なんかタックル今変えてました。ゴソゴソしてましたけど。いや、もうまあそこそこ結構釣れたんで、はい、ちょっと大きいの狙おうと思って。で、まあサバフグがうるさいんで、はい、まあでかいのがかかった時のためにちょっと軸をね太くして、で誘い方もちょっとおとなしくしてみようかな、はい、あ、やっぱ大きいサイズはちょっとおとなしめの方がが食ってきます。なるほど。なんかね、こう見てると鈴木さんとかこうサイズ狙いやったら、やっぱこう針を大きくしてとか、まあ、軸変えてとか、いろいろこうやっぱやってはって、動かし方も変えたりとかして、そういうのがすごい近くて、あのやっててめちゃめちゃおもろいですね。こうやっぱりそのこだわるところが一緒やなっていう。あのジギングを上手くなるために、例えばタチウオの天野釣りとか、こういうカワハギってやるのはすごいありやと思うんですね。こういう小さなね、水の中の変化を感じることができたら、やっぱそのジグにこうまとわりつく魚の感覚とか、そういうのも多分分かっていくと思うんですよ。この繊細なあたり飛んに行くのっていうのは、本当ジギングで海の中のね変化を見つけるには絶対的に有利やと思う。先ほど針を変更した鈴木、さらにロッドも変える。もう竿変えたんですか。今ね、ちょっと今一段柔らかくしてみたんですよ。なんか当たりが出方が変わるかなと思ったんですけど。鈴木、ロッドを一段柔らかいものに変更して当たりを探るも、納得のいく状況にはならない様子。そこでさらに作戦変更。もう一段あれですね、もう一段柔らかくします。マジっすか。もう一段柔らかくします。鈴木、さらに柔らかいロッドに変更。狙いは大物。小さな誘い方で大型のカワハギを狙う。山本も鈴木を追いかけるように柔らかいロッドに変更。こんなチャンスないんで、鈴木さんが変えたタイミングで僕も変えています。柔らかく、なんていうかね、本当こう勉強しかないんで、あ、それでこういう当たりを取っていくんやっていうのがね、今日なら聞けるし見れるんで。基本やることは同じでいいんですか。あんまり重り下つけたままで、はい、で当たりが出たらこう曲げていくような感じです。あ、さっきのは曲がんないからかけたじゃないですか、はい、ぐーっと曲げていくとポポンって出るんですよ。あ、重りはもうそこつけたままで。今度は海底にいるカワハギを狙い、重りはそこにつけたまま誘う。よっしゃ。あ、行ったんじゃないですか。今のところ止まらない。あ、え、あ、止まった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 。
止まった可愛いですよ多分。でもね、あんまり大きくない。あ山本、ロッドを変えてすぐにカワハギをキャッチ。山本さんやっぱ何がすごいかって、やっぱりいろんな釣りやられてるんで、釣り感、やっぱ魚釣りには一番大切な部分をね、やっぱしっかり持ってます。あんまりやられてないってお話は聞いてたんですけど、やっぱりさすがです。やっぱり釣り感がすごいです。一方鈴木も当たりの見極めが冴え渡り、次々とカワハギを釣り上げていく。やっと釣れました。うますぎて半分何やってるか分かってない。浮かしてるのか浮かしてないのかとか、そういうところってやっぱりね、目で見てるだけじゃ分からないんですよ。やっぱこう手で持ってないと分からん部分っていうのをすごくうまいこと使ってはるなっていうのは感じますよね。やっぱりこの一連の動作が無駄がないというか、本当手返しもすごい早いし、そら数つらはるなっていうのは見て特に思いましたね。やっぱこうテレビの映像だけやったら正直分かりにくかったところもあったような気はしますよ。こう間近で見れてやっぱ痺れますね。上手い人の釣りっていうのは見ててすごい勉強になる。しかし楽しかった時間はあっという間に過ぎ、間もなく起き上がりの時間。ラオさん最後っすよ。はい、ラスト流し、ビッグワン狙います。ビッグワン、ラスト人流し、大物に出会えるか。東京湾で楽しんだカワハギ釣りも間もなく終了の時間。ラスト人流し、おお早いんですよ。なぜそして早い、あと思ったの。え、どっちだ、カワハギならでっかいぞ。でもぽいですけどね。あ、カワハギだ、カワハギだ、でか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 、タモあります。ちょっと待って、もう一回もう一回、ま、ちょっと待って、あ、いいっす。あ、釣れた釣れた、よかったよかったよかった、出た出た出た、出ました、出た、すいません、ありがとうございます。めっちゃ出た、2個食ってる。欲張りっすね。欲張りっす、出た出た、よかった。それ30オーバーっすか。30ぐらいあると思います。タオルゲットじゃないですか。いやー、これ30、出ましたね。30ぐらいあると思います。うわっ、でげーでげー、これこれこれいいっすね。カワハギ釣りの名手鈴木が最後に大物を釣り上げたところで終了。釣りの後はカワハギを持って港の近くにある一升屋へ。釣りたてのカワハギを特別に調理してもらった。今日の釣りたてのカワハギ、はい、いろいろ作っていただいたんで、早速食べましょう。食べましょう。はい、肝醤油もあるし、そうですね、肝醤油もあるし、煮付けとカワハギ釣りの醍醐味ですね。そうですね、これですね。うまいっす、うまいっす、うまいっす、カワハギ最高ですね。肝醤油たまらない、やばい、うまいっすよね。本当海のフォアグラです。うまいですね、うん、僕もさって言おう。うん、身がめっちゃしっかりしてますね。やっぱ竹岡のってそうなんですよね。言ってあったのが分かりました今、うん、ものすごい身がしっかりしてる。釣った時も厚みがあって指が入んない、硬いじゃないですか。やったでしょ、カキンみたいな、はい、煮付けでこんなグッとした食感の身初めて食べました。そうですよね、はい、カワハギで、あ、びっくりしました。やっぱり少しふわっとした感じなんですか、向こうのカワハギ。多いですね、はい、あ、やっぱりこんなむぎゅっとした感じは初めてです。で、味もめっちゃ出てる、めっちゃ美味しいです。うまいですよね、はい、うまいですよね。どうでした山本さん今日一日、まあその聖地竹岡っていうところで。はい、端的にむちゃくちゃ楽しかったです。楽しいですか。はい、で全部が楽しかったです。釣りに来る場所も初めてやし、はい、本当にうまい人の釣りを見るのも初めてやし、こういうちょっといつも食べてない食感を味わったのもそうだし全てに驚いてる感じで、はい、こういうカワハギ釣りもあるんやなっていうのをすごく勉強になった証拠やったと思います。
あの奥が深いというか、はい、打ち方一つやったり糸の絡ませ方一つで、はい、当たりの出方が全然変わるんで、はい、衝撃を受けました。じゃあ次回は、僕の方に来てもらって、はい、関西の方に来てもらったりして、ジギングでしたら、はい、僕、10メーターから1000メーターまでエスコートできますので、そうですね、じゃあ2日行って1日ジギングやりの、はい、2日目カワハギやりのっていいですね、やっぱりそれいい最高ですね。じゃあ次はそれを目標で、そうですね、はい、まあ、ぜひあのその説はよろしくお願いします。こちらこそです。今回はありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。今回使用したタックルはこちら。ゲーム性の高さが魅力のカワハギ釣り、皆さんも始めてみてはいかがだろう。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球と共に、シマノの提供でお送りいたしました。